さあ今回はレバノンってどんな国を取り上げます。最近あのレバノンの港で大爆発がありましたよね。すごかったですよね。2回こうブワンブワンってあんなになんでしょう風圧が強くていろんなものを破壊すると思わなかったですね,ね。そしてそのレバノンといえば日産のカルロスゴーン飛行軍が逃げ込んだところというのでこう名前を知った人もいるんじゃないかと思います。そのレバノンってどんなところなんだろうか。 ということを取り上げようと思いますけど、あのレバノンの爆発の惨状、ひどい状態になっているのは、あの赤十字国際委員会の映像がありますね。うん、ビルなどもこんなふうにひどい状態になってます。今、本当にレバノンの人たちは大変なんですけど、うん、じゃあそのレバノンってどんな国なんだろうかということを、歴史を遡りながら考えていこうというわけですね。はい、池上彰と増田ユリアの。 YouTube 学園, YouTube 学園井上さんなんかここに書いてありますけど、はい、これレバノンと関係あるんですよねそうなんですよねこの暗号なんだろうかということですけどレバノンって世界史でありましたね今から三千二百年ほど前ですフェニキア人という人たち非常にこう貿易がここに長けていた人たちがいますその人たちが作ったフェニキア文字なんですね、はい、このフェニキア文字がなんと 今私たちが目にするある文字になっているとはい謎解きをいたしますはいこれがこうなりこうなりこうこのように変化していったとなんとアルファベットの,あの始まりは フェニキア文字だったんですね池上さん世界史が苦手だ古代の頃は知らないとか言っといて今偉そうにしゃべってますけれども最近こう私が「フェニキア人」っていうのは一番最初に世界史で勉強するんですよ「地中海の東側の人々」っていうふうにしてやるんですよって言ったんですけど「覚えてははいなかったですよね<や>その頃はあのフェニキア人」という名前だけは世界史でやったという記憶だけ残ってました。<笑><笑> でも池尾さん、レバノンの国旗はよくご存知ですよね。国旗好きですから。はい、そうなんですよ。これ。レバノンって真ん中に、から木が,があります。はい、さあ、これは何の木でしょう?。で、これは何の木って。手ありますかこの木、何の木気になる木って言いたかったですか?えー。そうです。それを言いたかったんですけど。<laughs> これ、レバノン杉なんですね。ですね。はい。はい、さあ、レバノン杉というのは、フェニキア人が大変これを重宝して。 え、いろんなことに使ったんですよね。だから、フェニキア人がこういう文字を発明する理由になったんですけれども、うん、要するに、そのレバノン杉というのは非常に硬くて船にを作るのにすごく優れてたんですよね。ですですから、その古代の頃からフェニキア人の人たちはその木をあの伐採してそれを輸出してっていうことをしてたんです。で、特にそれをこう輸入したのがエジプトという国だったんですよね。 エジプトはレバノンス業何に使ったんでしょうかはいいろいろ使ったんですけれども、はい、そのレバノンスから取れる精油ですね油をミイラの防腐剤として使っただからたくさん輸入した って言われてるんですよね。さすがミイラのことが詳しい。いや、んそんな詳しくないんですけれども、<laughs> はい、そのレバノン杉っていうのは、実はその船に適しているという話をしました。けれども、例えば有名なクフ王のピラミッドっていうものがあります。けれども、そこからも、そのレバノン杉で作った船が出土してるんですよね。うん、ねえ。だから、それだけ、こう、あのレバノン杉って、いろんなことに使われた。 でフェニキア人がレバノン杉を切り過ぎてしまったとこう言われるくらい、えー、う本当にそのレバノン杉によってこうフェニキア人が豊かになったというわけでですすよねそうですねだから当時巨万の富を築いたなていうことが、うん、まあ教科書とかいろんなものに書いてあるんですけれども、うん、つまりはそのレバノンの人たちっていうのは商業にも要すすするに詳細があったってことうこででよね、うん、そうですねそ、はい、特に貿易業界ではレバシリ商人って言葉がありましてね。 レバノンの東の辺がシリアですよね、うん、シリア人やレバノン人というのは本当に詳細商売が上手というので、うん、これをまとめてレバシリ商人なんていう言い方をした、うん、まあそれぐらい本当に商売が上手な人たちですよね、うんはい、じゃあゴーンさんも上手だったんですかね池上さん。カルロス・ゴーンもまあ言ってみればその血筋を引いていると言えるのかもしれないですけどね。うん ということでその私もベイルートというところですね、まあ、レバノンの首都に行ったことがあるんですで、今回その私が取材をしたそのレバノンのベイルートというところの写真を見ながらまたお話をしたいと思っています。はいはい 池さんは何度も言ったことありますか、はい、ありますねベイルとト、うん、これあの中東のパリと呼ばれていたこともあるところですね、はいあの。つまりはフランスがここを、まあ、支配していた時期があったということフランスがだから旧宗主国という言い方をされますけれども、うん、ですからそのフランスのこう香りがあちこちからするような街っていうことも言えると思うんですよね。であの私あの一人で行ってあちこちこここを見ようかな って言ったんですけれども、まずね、そのアシリア帝国時代、要するに古代の頃の。この、人の形がこうレリーフになって、かすかに残ってますよね。ああだだこういう、こう形って、その昔のものに残ってるって、うん、多分資料なんか見るとあると思うんですけども。この横に写ってる女性は誰ですか、ね。すいません、私10年前の私です。<laughs> 聞かないでください。はい。はいうん、あ、人、人形が残ってますね。はい、残ってるんですね。うん、で、このレリーフとか、そういうものが一箇所にこう残っていて、うん、で、これ。 1860年から61年「ナポレオン三世」って書いてありますけど、はいうん、まだここここににに遠征に来たとということがレリーフになっているんです、はい、でこれ10年前のものでこれが、まあ、写真としてあるんですが、うん、実は今ここ上書きされてきれいに整備されちゃってるってこれを上書きするって発想読みやすくしたって言うんですけどいうやついていけませんけどね。で私こういうものを見たくてまずベイルートに着いた時にここにタクシーで行ったんです。うんうん、で写真を撮ってたら音もなく。 軍の人が私を取り囲んだんで <laughs> 3人の大男が。もうびっくりしてでそのベイルートというところはやっぱり昔テロがありましたね。なのでそんなに治安のいいところじゃないとかまだそういう,こう名残が残っていると言われたのでで,ですからタクシーをチャーターして行ったんですけど。うん もう音もなくこの大きな男の人たちに囲まれて何やってるんだと言われて謎のの東洋人女性がここんなととろにしかも一人で写真撮ってるってそれは怪しいかもしれませんけれどもまあ観光客っていうかね団体でもないですしでまあ一応、タクシーの運転手さんに助けてもらって説明をしてもらってまあ一応、そこですぐに解放されたんですがすごく怖かったです <laughs> まあそんな思い出のあるあのベイルートなんですけれども。 あの例えばですね、海辺なんていうのはこんな雰囲気で非常にこうリゾート地ですからそのヨーロッパの人たちにとってはやはりこのあのバカンスを過ごす場所としてもこう有名なところなんですよね。やっぱり地中海に面してるって素敵なところが多いんですよね。で例えばこの鳩の岩なんてこんな綺麗な。これが鳩の岩っていうはい。あの日本だとあの伊勢の近くの目をと岩みたいなそんなようなものなんですけどこんなものがあったりとかまあ観光地でもありますし。 それから、ここはモザイク国家なんて言われ方しますよね。池上さん。いろんな宗教があるんですよね。はい、もう、特に、例えば、中東だと、いろいろ、んなこう宗教紛争があったりするときに。特に、あの、マイノリティの少数派の宗教の人たちっていうのは、迫害されて。逃げてくる、このレバノンに逃げてきた人たちが、いっぱいいるんですよね。そうなんですよね。うんうん、で、そんな話を聞いていたので、こう街を歩いていたら、こんな風景があったんです。はい うん、これ手前のこの岩が残っているような石が残ってますね、はい、これはローマ帝国時代の遺跡なんですねうこう建物が残いる礎跡なんですでその向こうに見えるこれは分かりやすいですねモスクですよね。はい、はい、でその手前これ、はい とっても小さいですけど、これ十字架ですよね。これ、はい、教会ですね。そうね、だから教会とこう隣り合ってるんですよね。うんうん、で、いろいろなまあ宗教の人たちが一緒に住んでいる。だからあの政治もあのそれがあの反映されてるんですね、うん、池内さん。そう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 。あの例えばキリスト教マロン派とかイスラム教ドルーズ派とか、普段あんまりこう出てこないような名前、実は18の宗教あるいは宗派がこうレバノンでは公認の宗教として認められている。 わけですよね。みんなが一緒にそういう人たちが住んでいる、うん、っていうことで、政治の養殖もそういった人たちで分けられてるんですよ、ねそう。こうね、宗教対立が起きないように、ある種の、まあ、大人の解決というわけですけど。レバノンならではの三権分立ってあるんですね。はい。はい。さあ、そもそも三権分立って言いますと、司法立法行政。っていうのが日本とか、はい、まあ、いわゆる国際スタンダードですか、これ。はい、なんですけどね。<laughs> レバノンの三権分立って違うんですね。はい、宗教によって権力を分けている。 ちょっとここに書きますね。さあレバノンにはこう三つの政治の養殖っていうのがあるんですね。はい、はい。まずは大統領。はい。それから首相ですね。はい。それから議会議長。うん。まあ国会ですね。はい。うん、この三つがじゃあ養殖っていうか、はい、国を代表する、はい。 立場ということになりますからね、はい。これを宗教の派ごとにこう分けているんですね。大統領というのはキリスト教マロン派、そして首相はイスラム教スンニ派。 そして、えー、議会議長はイスラム教シーア派というように3つに分けてるんですよね、うん、だから大統領は必ずキリスト教マロン派の中から選ばれる、えー、首相はイスラム教スンニ派の中から選ばれるというこういうことになっているでキリスト教マロン派ってあんまり皆さん知らないですよね。うん あのこのキリスト教マロン派っていうのはそもそも例えば宗教で行う儀式っていうのはいわゆる東方正教会っていってギリシャ正教ってありますよね東ローマ帝国の時代のその宗教の儀式にのっとってやるんですけれども実はその人たちが十字軍に攻められた時にあの助けてもらったのがカトリックの人たちだったというようなこう事情がありまして所属はローマ教皇。 なんですけれども、うん、実際の宗教の実態は正教会っていうふうになっている。その人たちがマロン派って言われる。お、はい、もうややこしいわけですけど、でもローマ教皇に従うという点で言うと。ね、広い意味ではカトリック,リックということになるわけですね。はい、で、カルロスゴーン被告は実はこのキリスト教マロン派なんですね。うんえー、だから、こう、レバノンが、こう、キリスト教マロン派の人たちにしてみれば。 あの大金持ちのカルロス・ゴーン被告をレバノンに受け入れればいろいろいいことがあるんじゃないかというのでこう受け入れたとも言われているわけです。なんかあの大統領になるとかならないとかって話一回ああありりりままませんでしたありますありますつまりキリスト教マロン派でレバノンの国籍持ってますから大統領になるこの可能性っていうのはあるんですよね。 今はどううなんでしょうね、うんはい、さあ今このところはどうなんでしょうね <laughs>、はい、それから実際にはあのイスラム教のスンニ派の人たちあるいはシー派の人たちが大勢いるんですよね。で本当はこういうの選挙でこの国会の議員なんてのは選べばいいんですけどそうすると今どん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 このイスラム教徒が増えているので実は1932年の国勢調査に基づいて議員の数なんてのはそれぞれの宗教ごとに分けてるんですよね。うん でだからその後国勢調査をや,やるとどんどんイスラム教徒が増えてくる、うん、そうすると紛争になりかねないので、うん、国勢調査をあえてやらない、うん、あえてデータをこう発表しないという。 そういうい大人の解決をしてるんですよ要するに最初に決めた通りのことを今までずっとこうやってきてるていうですよね、うん、結局自由な選挙でこう代表が選ばれるっていうわけではなくそれぞれの宗派ごとに割り当てられているとその宗派の中で何とかこう、まあ、あの力をつければこう議員になれるとか癒着とか腐敗とか汚職とか。 結果的に、そういう、温床になりやすいんですよね。長期政権でよくないってことですかね。そういうことですか。これはね、で、全部、これがね、それぞれ、やはに割り当てられていると。こう、自由な、こう、政治活動とか、切磋琢磨とかいうこと、なくなっちゃいますよね。そうですね。まあ、問題もあるということなんだと思うんですけれども。あと、私、池上さんに聞いて、ここの、今ね、見ている、このモスクと、教会と。ローマ遺跡がありますね。ここにテントみたいなものあるの、見えますか。 ここあこれテントみたいなのはいはいここがですね、うん、これなんですよこれああハリリ元首相のこれはお墓かお墓ですね、はい、ここであの二千五年の二月十四日にそのハリリ前首相と当,当時はだから首相を退いたばっかりだったんですけども、うん、この方が暗殺されましたよね、はい、そうですね、えー、これだからあの周りにいたこう護衛の人たちも一緒にこの殺害された、うん 実はこの時レ,レバノンが非常に政情が不安定になっていたので隣のシリアがここに出てきてシリア軍が実は駐留してたんですよね、はい、で、えー、このシリ,シリアというのはイスラム教シーア派系ですそしてこのハリリさんという人は首相ですからスンニ派ですよねでこれがだからシーア派系の組織によって殺されたんじゃないか、うん、っていうことになって国際的な非難を浴びて結局シリアが レバノンから撤退する。 きっかけになった事件ですよね、うん。そのハリリさんっていうこの首相だったとか、ハリリさんが首相だった時には、うん、そのシリア軍を撤退させるということを主張してたんですよね。そうですね。だから結局はまあシリことになって、うん、退いたけれども暗殺されたっていうことになったんですよね。うん、だからシリア軍を撤退させようとしたやたことをシリア側は面白くなくて、これを暗殺を、えー、まあ命令したんじゃないかとも言われた。で、うんえー、実は最近、ね、オランダのハーグのあ、えー、の 裁判所でこのハリリーこの元首相の暗殺犯としてえ起訴されていた容疑者のうち1人だけこう有罪判決が出てえ残りの人たちは証拠不十分で無罪になったという事件がありますただしえその有罪判決を受けた人物も実は逃げてるんですね所属所属消息不明なんですけどいわば欠席裁判でこうあの有罪が言い渡された。 シーア派の武装組織のメンバーだったというわけですねこの今ね、2020年の8月になってその裁判の結果が出るって私すごくびっくりしたんですけれども結構時間が経ってのことなんですねそうですねこれはだからそのシリアの国内の裁判ではなく国際の刑事裁判所という全く別の国際組織でこれがあの裁判になったということですねでもハリリーさんって人気あったんですよね人気ありましたよねだからこそこうやってね こう立派なお墓も作られている。で、最近、あのニュースに出てくるハリリっていうのは、このハリリさんの息子なんですよね。次男なんですよね。そうですねはい、うん。で、こうやって見ると、こう、そのレバノン、やっぱり、あの、周辺の国からのいろんなこう介入があったりして。うん、いろんなこう激動の歴史があったなっていうことも見えてきますけどね。ねそうですね。なんかイスラエルと一緒で、この地中海に面した細長い国だったりすると。うんはい、いろいろその周辺の国との関係とか、うん、宗教のことがた。 大変なのかななんて思ったりしますけれども、それでさっきあの池上さんが中東のパリってお話していましたよね。そのベイルートの中にエトワール広場っていうのがあるんですよ。エトワールっていうのはフランス語で星っていう意味です。はい。でこれような上から見た写真がないんですけれども、航空写真で見るとこのエトワールってこの時計台を中心としてこう。 放射状に道がこう作られてる、街づくりがされてるんですね。それが、パリのエトワール外旋門です。シャリンゼリゼ通りにある外旋門がありますよね。あそこを中心にして、パリも上から見ると、放射状にきれいに、こう道が作られてる。うん、同じような街づくりをしたっていうことなんですよね。だから本当に、まさに、中東のパリっていう街が、こう再現されてるってところですね。はいはい、なんか、ちょっと、あの、ヨーロッパっぽい。うん、その、ね、アラブの国、なのかもしれないですけど、うん、でも、こういう雰囲気を持った。はいうん えところなんですよね、うん、はい。だからあの私もこのベルトに取材に行った時に結構ブランドのショップがあったり、うん、カフェがやっぱり結構あってね、うん、あ,あさすがフランスの香りっていうのでそこで優雅にお茶したことがあるんですけど池上さんこう見えてお茶するの大好きなんですよ <laughs>、はい、何かちょっとあれすると疲れたお茶を飲もうって <laughs>、はい ねねはい、だからベイルートって言うとね <laughs> なんとなくね危険なところみたいなイメージを持ってる人がいるかもしれないで確かに日本ほど安全じゃないかもしれないけど、はい、だからといって全部が危険なわけではないというわけでベイルートでお茶をするという経験をしています、はい、で私はねあの10年前に行った時にちょうど H&M ができたばっかりで,<ー>で着るものがなくて駆け込んでブラウスを買った覚えがあって。うん <laughs> <laughs> まだそれを大事にきてますけれども、はい、あの割合、こうなんでしょう本当に近代化が進んでいるところでもあるんですよね。でレバノンといえば池まさんレバノン料理すみません,食いしん坊でそうだ、はい、アラブ料理の原型といいますかやっぱりアラブ料理ってありますけどね実はレバノン料理がやっぱり原型になっててみんなこう結構あの洗練されてるってアラブの人たちにとっては憧れの料理なんで。 みんなアラブ料理ってレバノン料理をベースにして作られてますよね。うん、今はねもうだいぶ境目がなくなってしまっていますけれども、うん、例えば代表的なものにこのひよこ豆のペーストフムスってありますよね、はい。もうこれ本当に定番ですよね。はい、うん、でこれをなんかパンにつけて食べたりするようなものですよね。うん、でこんなようなアレンジしたものも美味しそうですよね。うん、あとはまああのファラフェルってこれはイスラエルの人たちもよく食べる頃、うん

ラム肉のグリルでございます。<laughs> はい、私はラ, <laughs> ラムが大好きですからね。<laughs> まあこれはね、も中東料理の定番ですけれどもね。うん、まあこういった文化もね、そのレバノンからまあいろいろなところに広まったというようなことなんですけれどもね。うんうん、だからとても素敵なところでありますし、すごくあの歴史的にもね、うん、あの本当に歴史のある国っていうことも言えますよね。うん、でね、いろんな宗教のが宗派の人たちがいたり、あるいは周辺の国がいろいろ関与しようとするってことは それだけ豊かなあの国土だからってことですよね。魅力があるっていうことですよね。魅力があるからこそいろんな国がこう、うん、直帰を出したくなるという、うん、そういう国ですよね。そうですね。うん、だから今回なの爆発事故でね、まあまあフランスはいち早くねもう支配支援をするというようなことを言ってますけれども、うん、どうなるんですかね。ね、あのうすいほんそもそもこれはこれ爆発したあの原材料っていうのはあのもと,もと肥料として作られたらしいんですけど、うん、爆薬にも転用できる。うん というので本当に事故なのかひょっとしてテロなのかというのでアメリカの FBI がご要員を派遣して、うん、捜査に当たるということですね。うん、池上さんどうでですか FBI の活躍はここで、うん 見込めるでしょうかいや,ー <laughs> いやーなんかアメリカのトランプ大統領がここにも口を挟みたいっていうんでなんか FBI を派遣したんじゃないかって思うんですけどね。ーうん、でも、うん、FBI が来なければ真実もっていうか、うん、これを追及してくるところも国としてはないんですよろんな派の,の対立があるので第三者客観的に捜査をしてもらうっていうのは一つの手だと思いますけどね。うん、ただ本当に気がかりなのは、うん そもそもレバノンってこのところこうやって政治が腐敗しているということで、結構国民生活も厳しくなってますよね。経済的に破綻したんじゃなかったです、うん。そうです。もうあの赤字国債発行したけど、それが返済ができない、うん、っていう状態になっていた時にこんなことになってしまって、うんうん、で特にこの港が爆発したもんですから、港の食料倉庫が全滅したそうですね。うん、なのでこれから食料不足に陥ってくるんじゃないかというので、まあとにかくあの。 えー、レバノンの人たちへの食料支援が今、本当に、えー、急がれる大事な状況だということです、ね、じゃあ、私たちにももしかしたら何かできることがあるかもしれないと、うん、といううこでですねそさまざまな国連の,この機関うん、うん、あるいは赤十字国際委員会、うん、こういうところがあの支援活動を始める、うん、あのそのための例えば義援金の募集というのもしていますからね何かこうあの助けになればお役に立てればと思いますよねそうですねそういうところも気に留めておきたいですね。 コロナ時代の経済景気、はい、そうですね。<laughs> はい、えー、これあのポプラ新書でこ、はい、あの発売になったばっかりでございます。えー、これで、えー、世界恐慌とかですね、過去のさまざまな不況対策に人類がどう取り組んできたのかということを学べればなと思ってます。はい。